はい、おはようございます。今日は12月の3日ということで、昨日言ってたこの子ね、ちょっとここから見えるようにしています。ちょっとずつ懐いてくんちゃうかなと思いもって、ね、8割軍団も女してる、女こんな感じでお母さんだけ顔出しね。今日はちょっとね、空気入れ替えるのため、朝から結構温度上がってな、起きてすぐこれつけたって言うけど、今18度、ここ開けてても今18度、さっきまでチャットラックも見ててんけどね、火差しとったかな、こう火当たっとったんけど、ここ見えにくいね、ちょっとまだ元気してますよこれ。はい、見えるかな、ちょっとビビっとんね。今日はみんなおとなしいんですよ。ちょっとここ開けたって外を見えるように、ね、したってんですよ。ちょっと寒いかもわからんけどね、みんなこんな感じ。見てるね。朝ちょっと4番だけ出したったんですよ。うろ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 掃除してる間ね。寒いね、ちょっとやっぱり開けてたら。ここもそんな出てけえもんね。もう昨日入れた箱こんなボロボロなって思うて。ここなんかね、2匹こう2頭見えけど。こんな感じ。はい。はい、おいで。これも今日はちょっと何でした、東大阪行こうかな思ったけども、今日はやめて久々公園でも見に行っていこうかな思ったけどね、してんすけどね、天気いいしね。あれ、また火出させてきた。いいか、ちょっとだけ、ちょっとしかね、朝やったらね結構入ってくんやけど、まだね、まあそろそろ今日3日やから、そろそろちょっとねここ見積もり内取ってもうて、ね、かかってもらおうかな思うんやけど、こんな感じです。今やったら昼間見たらちょうどよう分かると思うんやけど、ここね植えてんですよね、ここ変な形やんけどね、これいっぱい置いてんですけども、こっから入り口つけて、ここあれ考えてんやけど、あれなんですよ、ここ30坪ぐらいあるらしいんですよ。10坪や思ってたら30坪ぐらいあるようでね、だから結構入札言うともう結構いくんかなと思って、ようわからんだけどね、入札は今年、あれ連絡あるんやけどね、それでしようかなと。まあ、安く買えたらええんやけどね、ひょっとしたら買われんかもわからんから、次の手考えと、最悪もうここね、ここ全部使うぐらいのこと思っててもええから、ただね、ここやったら外この子たちね日光浴できへんからかわいそうかな思うんですよ、ここやったらねえ。まあそれこそここね、上をその透明に、もっと透明にしてまうかやね。あ、もう割れてきてるから、あれもかなりもう変えなあかんからね、これ波板。まあこんな感じで今日はえらおとなし、泣きもせんし、ちょっとくつろいでます。あれ何やったか、バイオクリア
なんとか言うのを買わなあかんね。ずっと忘れてますわ。大家さんに教えて、ね、教えてもらったスプレー。除菌の。ちょっと今日、餌も買いに行かなあかんから、3日から開くから、ちょっと餌か、買うついでにそれも売ってるかな思って。まあ、インターネットやったら売ってんやけどね。最悪インターネットで買おうかなと。気持ちよさそうに見えたね。みんなやる気ないっすね。眠たいんかして。この子ずっとここ横におるね。たまに中におるけど。ブラッシングしよう思ったけど、今日ちょっとね、ブラッシングするような雰囲気ちゃうからね。まあ夕方でもまたブラッシングしようかなと。ちょっとこの頃やったらできるけど、おとなしいからね、結構じーっとしてるから。まあちょっと公園に久々猫を見に行ってこうかな思ったりもするんやけど、まあほんまにちょっとかわいそうな子ったらね、保護したしようかなとも考えてるんですよ。ちょっと場所あるからね、もう場所あるんやけど、これ二十何匹がここの中で放し飼いして大丈夫かなと思ったりするんやけど、まああかん子はこの中に入れたいからね、最悪ね、かわいそうやけど。けど猫って今日も朝テレビでやってたけど、狭いとこが好きみたいからね、なんか段ボール置いてなんや言うやってましたよね、テレビで。結構猫って個人差あると思うけど、狭いところ好きな子は好きなんちゃうかな。こんなのも全然仲良やっとるからね、こう3匹ずーっと入ってんねんけど、気持ちよう寝とるけど、あれ見えるかな、これカメラピントが合わんねんけどね、これ、あの子は寝とんねん、気持ちよう。ちょっとピントが合わんね、このカメラ。みんな気持ちいいんかな、よくわからんけど、おとなしいね、今日は。まあちょっと寒いかもわからんね、開けてるから。今 17.9 度。だんだん落ちてきてるけど。ねえ。シャトラックも寝てますわ。この子も目が、この子も目が開いてるけど。よしよし、まあできたら今日ブラッシング晩でもしようかなと。まあ今からちょっと買い物行ったりして、ちょっと野良猫、公園の猫久々見ていきますわ。今日ちょっと天気良さそうやからね。またその動画もアップしますんで、もしは、おい、暇な方おったら見てやってください。以上です。はい。